どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中根人エルザです。アベンジニーについてですが、実装されてから結構評判のいいキャラというところで賑わってますね。怖いくらい評判が高いのかなと思います。まあ、実際ね、バリアも付与できて火力も出せるということで注目をされていますが、実際に使ったらどんな感じなのかっていうのを試していきたいと思います。なので今回はアベンジリンは育成レベルとしてちょっと低めとしてます。まあ、なかなか育ちきらなかったっていうのがありますね。でレベルは73の放炎水は正解で、奇跡は3677としてます。足を速度にしているので防御力は3700ぐらいとなっていますね。育成としては補助寄りのステータスとなっています。なのでアタッカー運用としてはちょっと難しいところですね。ではこちらのアベンジリンを使って実際の使用感や普遍との違いなど良し悪しを比べていきたいと思います。気になる方はぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは解説していきましょう。それでは実際に使ってみて感じたアベンジリンの優劣について感想を話していきたいと思います。まずアベンジリンを使っていてすごいと感じた点が2つあります。1つ目は孫悟としてはとても優秀という点です。このシーンを見てもらいたいんですが、アベンチリンのバリアが存分に力を発揮したシーンとなっています。しかも、バリアを適度に付与することができるので、この状態から耐え抜けるっていうのがすごくありがたいです。これは本当使っていて優秀な点だなと思いましたね。ただこれに関してはやっぱアベンチリンのスキルの使い勝手の良さっていうのが相まってると思います。続いてですが、全体攻撃持ちと相性が良すぎる点ですね。これは敵の全体攻撃持ちと相性がいいというところです。とにかく多くの味方が攻撃されると圧倒的に強くなれるのが面白い点ですね。バリアを張れるだけで強いんですが、カウンターを何度も使える、狙えるっていうのが本当に気持ちよかった点かなと思います。アベンジリンを使ってみて良かった点は主にこの2つですね。まあ特徴的な部分というところです。これだけと思われるかもですが、これの質がとても高いっていうところですね。単純にバリアを張れるっていうわけではなく、スキルで手軽にいつでも張り直せるっていうのが強いです。まあ、孫悟といってもバリアの耐久面に不安があると、ちょっとね、微妙なキャラっていうところになりますが、まあ、使いづらくならず、まあ、それが気にならない程度の強さでしたね。そこがすごく良かったと思います。エンドコンテンツなら、キャラ育成で物足りなさを感じるときはありますが、まあ、クリアするだけなら十分な強さだと言えると思います。まあ、このあたりはね、ちょっと弱点属性とかの相性が出てきてますので、まあ、今回の判断としてはそんなところとなります。続いては、アベンチュリンのちょっと欠点について話していきたいと思います。まあ、いいところばかりではないというところです。一つ目は、オートだとバリアの付与具合が甘いという点です。補助系ではよくあることなんですが、バリアの付与については、オートだとちょっと未熟な点があるなぁと感じました。特に味方一人だけバリアが剥げていた場合なんですが、スキルの使用をしないっていうシーンがよくありますね。で、これが結構痛いです。で、これに関しては通常の戦闘ならほんと気にならないんですが、エンドコンテンツの場合は致命傷になることがあるので、辛い部分となってきますね。スキルの使用については手動の方がいいと言わざるを得ないので、オートでうまくいかないときは手動を意識するっていうのが大事です。このあたりちょっとヒーラーと似たような感覚がありますね。続いて二つ目です。火力を出すまでの育成が意外と難しいという点です。まあアベンチュリーに関してはね、アタッカーとして、まあサブアタとして優秀なことがよく言われますが、正直そこまでの火力を出すにはかなり大変だなと思いました。まあ、育成してみて、肌で感じた部分ですね。まず防御力の4点突破に関してですが、4枠のうち1つ目も防御以外にすると達成難易度が跳ね上がるようになってます。もちろんサブステで防御何パーを上げれればいいんですが、その分会心率と会心ダメが稼げないことがあるので、バランスを維持するっていうのは非常に大変でしたね。アベンチリンを引くときに、まあ、このアタッカー部分っていうのでダメージが出せると思って引いてしまうととても苦労するので、その点は気をつけておくといいかなと思います。ちょっとね、自分は育成がまだ途中なんですが、ダメージを出せるのかっていう結構不安な部分ではありますね。まあ、基本的に孫悟としては優秀な性能を持っておりますので、正直強いなと思います。欠点はもちろんありますが、これが気にならないくらい性能は高いなっていうところですね。ですが運用方法が補助にするのかサブアタッカーにするのかで全く育成難易度が変わってくるので、その点だけは気をつけたいキャラというところですね。
それでは同じ孫悟で強いと言われる普賢との違いについてもまとめていきたいと思います。これに関しては主観を重要視して話していきたいと思います。一応どちらとも使ってみて違いを感じたところとしては4つほど紹介したいと思います。まず1つ目、全体攻撃の耐性が高いという点です。アベンチリンを使っていて一番に感じたとは、普賢と大きな違いとしてはこの点になりますね。普賢は味方のダメージを一部負担してくれるという感じですが、ダメージによってはお互い致命傷になるってことがあります。特に全体攻撃に関しては弱いですよね。なので難易度が高くなるほど普賢以外のキャラの防御力が重要になるので、バリアによって守れるのはかなり強いと感じました。また HP が1残っていればバリアさえ耐えてくれればキャラが生存し続けるのも普賢との大きな違いになります。これはどうしてもね、普賢より優れた点かなと思います。ある程度チーム全体の生存確率を上げれるので、持続力の高いパーティーが作れるのも頼もしかったっていう点ですね。この点は大きく違うかなと思います。続いて2つ目です。サブアタッカーとして使用可能という点です。アベンチリンの魅力としては守りながら攻撃もできるという点ですね。これに関しては普賢よりも圧倒的に優れている点です。普賢に関しては必殺技での全体攻撃はありますが、攻撃というよりも回復のポイントを貯めるために使用するため火力は見込めません。ですがアベンチリンの場合、追加攻撃と必殺技である程度攻撃ができる機会が多いので、守りながら攻撃に加担ができるっていうのが非常に優れています。これは本当強いですね。ただ味方や敵の攻撃に依存する部分なので、攻撃のムラがあるのは気になるところかなと思います。まあその他に攻撃面でいうと人生削りが非常に強いっていう点ですね。続いて3つ目です。 SP の消費が激しいという点です。SP の消費に関してはスキルのスタイルが違うことからアベンチリンの方がちょっと大変になっています。まあ、普賢の場合はスキル発動で3ターンの持続が可能となっています。なので SP は最低でも1以上回復が可能となりますので、まあアタッカーが動きやすい感じになるんですよね。なんですがアベンチリンの場合は敵の攻撃頻度によって依存するので、こちらの被弾状況によっては連続で SP 消費をするっていうことがあります。特に2回付与することが求められることもありますので、そういった意味では SP 枯渇が出てきますね。思ったよりも使っていて SP を貯めることができないことがあるので、味方が SP を抑えれるようにしないと扱いが難しいなというところがありました。続いて4つ目です。編成が固定しがちな点です。編成については普賢と同様にいろんな編成で使えることは使えるんですが、先ほど話した SP 消費や攻撃の頻度を考えると固定しがちっていうところがあります。まず SP の消費を抑える場合、アタッカーが SP をあまり使用しないキャラを選ぶ必要が出てきますね。しかも自分の追加攻撃を狙うとなると、味方も追加攻撃持ちを選ぶ必要があるため、適正の編成を組むなら固定になりがちっていうところです。もちろんこの点に関しては気にしなければいろんな編成で組めるので、そういった点ではアベンチリンの強みっていうところなんですが、まあ一番は持続パーティーでも使えるという点かもしれないですね。普賢の場合は会心率アップの効果が無駄になるので、持続パーティーとだけは相性が悪いところとなってますからね。そういった意味ではアベンチリンは使い勝手がいいと思います。最適ではないけどどこでも使えるっていう意味ではいいかもしれないですね。普賢との違いとしてはこんな感じになります。まあお互いのいいところを比べてみるとっていう感じですね。まあ普賢と違った孫悟ということで差別化ができているのはとても面白い部分かなと思います。なんか使っていて被ってるって感覚はそこまでなかったですね。なので生存を取るかダメージを取るかによって使い分けができるので、アベンチュリンは孫悟として扱いやすいなと思います。それでは使用感なども話していきましたので、装備について話していきたいと思います。まあ、育成に関してはね、以前考察をしていた時にあったんですが、これとはそこまで変わらないっていうところですが、一部だけ書いています。この点については補足をしながら紹介していきたいと思います。まず優先的につけたい公園水についてですね。こちらについては星5の場合、持ち公園水と勝利になります。まあ、これは適性が高い公園水なので、持っているならつけてあげたいところとなりますね。ただ問題としては星4公園水に関してです。これは防御が4000を超えているかどうかで適性が変わってくるようになっています。まず防御力が4000未満の場合は2人のためのコンサートや生態市場がおすすめとなります。とりあえず防御力が盛りやすくなるので、この2つがおすすめですね。
ただ防御力が4000を超えているっていう場合は運命の糸で魚ダメアップを狙う方は相性が良くなったりします。まあ、最終的にはね、育成をしていく段階で星4高円錐で運命の糸をつけれるようになるのが一番理想的かなと思いますね。まあ、もちろん5が大事なんですけど、4しか持ってない場合はそういった流れになります。続いて異物に関しては防御力を意識して組ませるといいかと思います。異物に関しては聖騎士4セットとサルソットになります。防御とバリアを生かすならこのセットが一番組みやすいと思いますね。サルセットの効果はテンプで狙えますので防御盛りでいいかと思います。また異物に関してですが、こちらの候補もありです。聖騎士対抗サルソットですね。まあ、防御面だけでなく火力も生かしたいならこちらの2セットもおすすめです。追加攻撃編成でブラインドベッドを貯めれるならこちらの方がより相性が良くなりますね。また味方の編成とかある程度デバフを常につけることができるのであれば、止水4セットとプラスサルソットでも相性がいいです。ちょっとね、編成の難易度が上がったりしますが、こちらもおすすめといえばおすすめですね。それではメインステータスについてです。銅に関しては防御、会心の順で優先度が変わります。靴は速度です。ここ場合によっては防御も全然ありです。弾に関しては防御、虚数、弾に関しては防御となります。基本的に防御4000達成できてるかどうかで会心ダメージと虚数は差し替えるのはありっていう部分です。サブステに関しては防御、速度、会心ダメージ、会心率となります。サブステは防御メインにしているのは4000達成のためですね。まあ、ここでどれだけパーセント漏れるかで大きく変わる気はしますね。続いて理想のステータスです。理想のステータスとしては HP は3000以上、防御は4000以上、会心率は 60% 以上、これはテンプ込みですね。で、会心ダメに関しては110以上、速度は106か134です。106と134の違いについては編成ですね。例えば追加攻撃が多い場合は速度が追いつかないとブラインドベッドがたまりませんので134以上が理想となります。追加攻撃キャラがいない場合は別に106でも十分かと思います。別公演数については以上となります。それでは実装されて一通り裏庭とか模擬打ちを試したので感想を話していきたいと思います。今回は性能面の強さとガチャの引きについて話していきますね。まず性能面についてからです。こちらに関してですが、孫悟の中でも結構強いと思います。スキル面のバリアが実装されるまで正直不安な部分だったんですが、速度の維持をしっかりしていればかなり使い勝手のいいキャラだなと思いました。特に普賢と違ってバリアの付与でカウンターの蓄積もできるので、サブアタとしても期待ができますね。また性能の高さも相まって、育成が追いつかなければ追いつかないで孫悟の使い方をするだけでもかなり強かったので、普通にいいキャラだと思いますね。なんか器用貧乏にさせようとするとより育成が難しいって感じたぐらいです。しかも使っていて普賢と比べても別に遜色ない感じだったので、虚数の敵に対して人生削りの補助もできる分、まあそういった意味では属性的に優秀だなと感じました。ただ火力型にする場合かなりの育成難易度が要求されるので、その点だけはちょっと難しいなーっていうところですね。そこだけが本当気になったところです。ただそれを差し抜いても孫悟の中では結構強いなと感じました。続いてガチャの評価をしていきたいと思います。今回使ってみてガチャの評価ですが、アベンチリンは引くべきっていうのが本音です。まあ、使っていてキャラの足りない部分とか感じることはもちろん多いんですが、孫悟として十分に強いキャラだなぁと感じました。特に普賢と違ってどのキャラとも相性がよく組めるっていうのがいい点なんですよね。まあ選ばなくても使えるっていう点があります。普賢の場合は持続キャラとかと相性が悪くなりがちなんですが、そういった編成でもなんとなく組むことができるっていうことができるので結構面白みがあって良かったです。またバリアを全体に手軽で付与できるのは破格の性能と言ってもいいのかなと思いますね。これは普賢の味方ダメージ負担に相当する能力ですので、性能面や扱いやすさから見ても引くべきかなと思います。久しぶりにね、引いて当たったっていうキャラだったんで、まあ、使ってて楽しかったです。まあ、その点からガチャに関しては引くべきかなという判断をしています。ただ最適編成では難易度が高くなっています。まあ、レイショーやトパーズといった追加攻撃キャラを取れる必要がありますからね。そういった意味では適正編成を使うまでは時間がかかるっていうところが一つ大きな問題かなと思います。まあ、やっぱ使ってみるとね、相性が非常に良くて気持ちいいですね。
ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。